皆さんこんにちは、森崎アリスです。はい、今日は実はスペシャルゲストに来ていただいています。はい、お久しぶりです。はい、見ての通り浜田ブリトニーさんでございます。はい、あの等身大のブリちゃんね、来ていただきました。実は森アリもね、あの今年の1月から今もう11月なんですけど、20キロ痩せたんですよ。で、実はその20キロ痩せた中のね、いろいろ試した中ですごく関わりのあるもの、今日はご紹介したいと思います。ちょっと待ってくださいね、客観的に見ていいですか。ちょすごい痩せたね、本当にすごいですね、本当。はい、すみません、戻りました。はい、でこうやって見るとビフォーアフターなんですけど、あのね、全てが違いますよね。こう見るとお腹もすごく減ってるし、顎周りとかもめっちゃスッキリしてません？やばくないですか？で、すごく私がびっくりしたのは、ここ太もものここくっつき具合、めっちゃこのね、お肉がついてないんですよ。めっちゃ気持ちわかるって思いながら、気持ちわかるって思いながら聞いてました。全然関係ないんですけど、似てません？ビフォー似てないですか？ビフォー似てません？ビフォー似てない、似てない、似てないらしい。はい、なんかちょっとね、ビフォー似てるなって思ったんですけどね。このビフォーアフターの浜田ブリトニーさんがなぜこの森崎家に到着したかと言いますと、あの私ですね、あの1月からちょっとあのいろんなダイエットを試していたんですね。その中でベジライフ使わせていただきました。それでブリトニーさん来ていただきました。あの実際私前にあのラジオをやらせていただいた時にブリトニーさんとすれ違ったことがあって、ブリトニーさんだってなったことがあるんですけれども、あのその前に私のね、ちょっとお友達経由でブリトニーさんのことを聞いとって、すごいあのビフォーアフターを生で拝見したことがあったので、すごいなと思ってこちらを買わせていただいて使ってたんですよ。あのね、でも本当にこの効果本当にすごいです。お腹がまず満腹になって、この1本の中にあのいろんなものが90種類も入ってるんですよ。あのありとあらゆる1日に摂取しなきゃいけないものだったりとか、あのすごい栄養素ね、全ての栄養素90種類全部入ってるんですよ。なのであのこれ朝昼晩、まあいろいろなファスティングができるんですけど、あのこんな感じで裏の箱にこうやって書いてあるんですけど、基本のファスティングだったり、まあ、中級上級ってあるんですけど、私はこの中級でやってました、ずっと。それで2週間ぐらい持ったかな。はい、でもね、すっごいあの満腹になって、であのお肌の何ですか、この私普段あんまり何だろう、化粧しないんですね、チークだけとかなんですけど、あのお肌のねもちもち感とかあのお化粧水ののりとかがいいねってメイクさんに言われるようになったので、効果めっちゃ出てると思います。で、この90種類ってさっき言ったでしょ？で、その野菜とか野草ね、あの、で、果実、海藻類とか、本当に全部の本当に栄養が入っているものなんでございます。はい。あの、一気に、すごく、すごく生活感のある空間なんです。すいません。このベジライフの飲み方を、ちょっと、説明したいなと思います。まず、ベジライフですね、この、蓋を、こうやって開けると、開けた瞬間にこのコップさんが見えるんですけど、20から40まで好きなだけあの注いで使ってください。で、私がやっていたのは中級プログラムなんですけど、週末1日置き換えプログラムでやってました。で、たまに上級編で3日の中置きプログラムっていうのがあって、で、なんていうんですかね、1日から2日目は2時間おきにベジライフを飲んで、で、ジュースを飲んで、まあ、断食ですね。プチ断食みたいな感じでやってます。撮影前とかね、どうしてもちょっと、
あの絞っておきたいなっていう日にあの上級編をやってました。なので今日はとりあえず基本の飲み方だけやっていきたいと思います。匂い嗅いで、はい、どう？でもね、あのね、プー、なんていうのかな、匂いはね、プルーみたいな感じ。 100% ジュースで私は終わって飲んでたんですけど、炭酸とかでもすっごい美味しいです。炭酸、強めな炭酸とか、あとなんだろうな、ほんと何でも合います。野菜ジュースとかでも合うし、何でも、あのまあ90種類のやっぱりさ、成分がね入ってるから、あのね、まあ果物とか野菜とかいろんなのは入ってるからね、何にでも本当に合うんですね。 100% ジュース中にこれを入れるだけです。じゃん。でも私は基本炭酸か 100% で割ってます。で飲んでみたいと思います。はい、うまい。便通がすごく良くなったりとか、まあやっぱり海藻だったり、まあ、いろんな野草だったりそういうのが入ってたりするので、なんだろうね、中からすごく綺麗になれる、はい、ような気がしますね。もちろん本人の努力もすごく大事。朝と夜ベジライフにするとか、朝だけベジライフにするとか、あのやっぱりちょっとあの頑張る部分はもちろんあるんですけれども、私も実際やらせていただいてすっごいね、効果がめっちゃあったので、まあ、あの分かんないですか、無理やり痩せたの分かんない、分かる、ちょっと待って出しちゃうか、なんかちょっと待って、体型これ等身大なんですよ、ブリトニーさんなんですけど、あの背がね全く一緒ぐらいなんですよ。私160なんですけど、今無理やりこんな感じです。お腹わかります？わかりますかね、私の初公開かもしれない。お腹タプタプしてますけどね。でもね、これでもだいぶ落ちました。あのまあちょっとこの1個前か2個ぐらい前にあのダイエットの動画を出させていただいている予定なんですけれども、この後になっちゃうかもしれないんですけど、あの私の体重を、まあ、公開ね、あのテレビで体重がボーンって出て、リスナーさんからアリスちゃん体重公開されてるよってなって、おってなったんで、もう行っちゃえと思って体重行ったんですけども、あのピーク、あの1月のピーク、私103キロありました。で、あのもともと私相撲とか柔道をやっていたので、昔からやっぱり体型的にはすごくあのまあがたいも良かったし、あのね、まあ、何よりやっぱり筋トレだったりとかやってたので食べてたんですよね。でやっぱりお仕事もそういうぽっちゃり系の仕事をさせていただいていたので、14歳の頃は普通にあの女優さんとしてこうちょっと入らせていただいて、まあ今からだと25キロぐらいなんですけど、痩せていた時に芸能界入ってやらせていただいていたんですけれども、まあ、いろいろあって40キロリバウンドして、で1月から今にかけて20キロ戻して今になるんですね。はい、なのであのこのベジライフ、このベジライフとね出会ったのはね、私でも3年くらい前ですか、2、3年くらい前なんですけど、私ブロガーもやらせていただいているので、ブロガーのあの経由で一回いただいたことがあるんですよ。で、使わせていただいて、あのね、本当にね、なんて言うんだろう、すごい効果がある。あのお腹が本当に満腹になる。で、前の盛り上がりの写真、これね、あの今携帯でやってるんで載せられるかわかんないんですけど、あの前の盛り上がりの写真とかのビフォーアフター、ちょっとツイッターとかにもし載せられなかったらね、ここにツイッターとかに載せておくので見てみてください。あの本当にやばいから、お腹ちょっと公開するわ、頑張って頑張るわ。はい、ということで今日はまだブリトニーさんが実際にね、あのやってみてめっちゃ痩せたっていうベジライフのご紹介でした。皆さんベジライフ酵素液買ってみてくださいね。あの本当に甘くてすごく飲みやすいです。で90種類こういろんな栄養素が入っているんだけれども、こう苦味とかなく、まあ、酵素ってすごい苦いイメージあったりとか多分すると思うんですけど、
私の見てくれているリスナーさん中高生が結構多いんですけど、中高生の子にもおすすめの一個になってます。で、まあ、無理せずにね、これ1本で 2,3 週間くらい持つので、無理せずにみんなダイエットしてみてください。でも私はですね、本当にこれでもう10キロぐらい落としたので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、それでは森崎アリスと浜田ブリトニーさんのパネルでした。はい、今日はありがとうございました。また次の動画お楽しみにしててください。バイバーイ。ポーズかぶっちゃいましたね。